1月26日立教175年の春季大祭が中山禅師心柱様を祭主に教会本部神殿で執り行われ、国内海外からおよそ6万8000人が帰り集いました。心柱様の祭文奏上に続いて神楽勤め手踊りが陽気に務められ、参拝者も共に御神楽歌を唱和しました。その後、神殿講話に立たれた心柱様は、4年後の親様130年祭に言及された上で、親様の雛形の道を紐解きながら、年祭に向かう心構えについて述べられました。